どうも、青髪のクッキーです。金髪トイレでーす。そして、赤髪のワッシュです。ということで、毎週木曜日はマッシュー君によりますみんなの考察をいただきマッシューの考察会なんですけど、今日はどんな説をパクってきてくれたんですかね。今日も僕が考察考えてきたんですけど、はい、今日はですね、ある巨大な王国についてお話しようと思ってて、そのある巨大な王国の名前ってクローバー博士が五老星に伝えようとしたところで撃たれてしまったわけじゃないですか。その名前なんですけど、エルバフなんじゃないかと。いやいや、同王国ですよ。同王国かどうか知らんけど、はい、エルバフってちょっと違うそんなわけやな。みんな住んでるからって巨大なわけないやろ。いや、まだあるし。なるほど、めちゃくちゃちょっといいところに聞いていただいたんですけど、まあ、ある巨大な王国の姿っていう風にクローバーって言ってるじゃないですか、はい、で、巨人族が住んでる王国なんでエルバフっていうのはもちろん巨大だと思うんですよ、うん、ワンピースの世界ってめちゃくちゃ巨大とか巨人に関するワードこれまでかなり登場していて、このワノ国編が終わった後最終章って言われる編に突入すると思うんですけど、エルバフっていう、まあ、大きな国っていうのが一つルフィたちが行くところとしてまだ残ってるわけなんですよ。確実にね。ただそこ行ったらあと 4,5 年で終わるっていう風に、まあ、ここ数年ずっと言われてますけどエルバフ編って挟まれたらもうもっと続くでしょみたいな。確かに今ワノ国編だけでも何年やってるんですか。ワノ国編だけでも多分 3,4 年100話以上ドレスローザ編を超えてやってるわけなんで、はい、確かに一番長いショーになってるわけなんですけど、それを、まあ、超えるほどの戦いもこの後起きるっていうふうに言われてる。それがなんでエルバフと繋がってくるかっていうところなんですけど、エルバフっていうのは、うん、それぐらい小田さんの中で、はい、ワノ国編以上もしくはそれと並ぶぐらいに重要な島だと。それがなぜなのかっていうのが、はい、このある巨大な王国との関係っていうところに繋がってくるんじゃないかなと。エルバフ編1話とかで終わんないんですか。いやいや、逆に見てみたいですけどね。ダイモンの時みたいに。あ、そんなちょっと立ち寄るぐらいな。そう、よかったなウソップ、ここがエルバフだ、出港だみたいな。いやいやそういうことじゃないん。そういうことではないと。なるほど。あんだけ冒険大好きルフィだもんそんなすぐ帰ろうとするか。本当にもうみんなでかいなー、うわ陸もでけー、よし出港だーみたいな。マジの寄り道じゃないですか。違う、はい、こういう感じじゃない。こういう感じじゃないんです。ああそうなんや。その理由として、うん、まず巨人との出会いを遡っていくと、うん、まあ、そもそもルフィとウソップがなんでエルバフに行きたいかっていうと、リトルガーデンで出会ったドリーとブロキ、そこで初めて巨人っていう存在が出てきたわけじゃないですか。その前に海軍でジョン・ジャイアントっていうのはいたわけなんですけど、そのジョン・ジャイアントっていう存在もオール・ケーキ・アイランド編で登場したそのマザー・カルメルによって海軍と巨人族がつながった。そうですね。そうや、もともとその海軍、世界政府と巨人族っていうのも友好関係ではなかったわけじゃないですかって言われてますよね。はい、それがなんでなのかっていうところが、もともとの世界政府の発端である天竜人たち、始まりの一族たち、うん、でその敵だったある巨大な王国にもし巨人族がメインの種族として住んでいたら、それはもう巨人族、エルバフと世界政府、海軍っていうのは仲が悪くて当然なんですよね、うん、それはまあありえますね、確かに。その長い歴史を仲介してくれたのがマザーカルメルっていう存在だと。巨人族っていうのがずっと世界政府の敵として存在していた、うん、世界政府はもともとそのある巨大な王国との戦いに勝利したわけじゃないですか、うん、とはいえずっと敵だったってことは、ある巨大な王国の人たちっていうのは目の敵、因縁の存在であったと。それに今後も同じような存在が出てきた時に立ち向かうためにずっとその人体の巨大化っていう実験をしてるんですよね。それはメガパンク、そしてシーザーも行っていた研究なんですけど、パンクハザード編の中でローが言及していた人の巨大化っていうのは何百年も前から推進されている世界政府の研究だっていう風なセリフがあるんですよ。ロビンがその何のためにそんなことっていう風にローに言った時に、兵士だろうなと、好きなだけ巨大な兵士を増産できれば政府に敵はいなくなる。確かにローはね、秩父会ですし、まあ、戦国ともダチやから、はい、まあそうですね、結構中身のこと知ってるかもしれないですからね。そうですね、戦国とそのね、ロシなんてコラさんのつながりがあるんで、もしかしたらそういう情報も得てたかもしれないですし、ところで巨大化っていうのが、まあ、一つキーになってきてる。うん、なるほどなるほど。でそのさっき戦国っていうワード出たんですけど、はい、戦国ももちろん世界政府の発端だったり、その空白の100年の歴史については、うん、ある程度深いところまで知ってると思うんですよね、うん、確かに、はい、それがワノ国における名のある人物が、まあ、集まる理由を知っていうのを研究してたりとか、うん、確実に世界政府の中でも歴史をある程度知ってるキーパーソンであると。そうね。でその戦国がルフィに対してある気になるセリフを言ったところがあるんですけど、頂上戦争編でルフィがエースを助けに行くために処刑台に登ったじゃないですか、うん、そこでルフィが
エース助けようとした時に戦国は初めて能力使ったんですよね、うん、大仏になってルフィを攻撃しようとした時にルフィがギアサードで防御したシーンがあるんですよ。でそこで戦国が言ったのが巨大化をっていう風に驚いてるところなんですね。おこれも単純にルフィのその巨大化した姿を見て言ったセリフかもしれないんですけど、うん、この一コマが実はめちゃくちゃ重要なんじゃないかな。もし戦国がこう歴史について知っていて世界政府の敵として巨人族っていうのはずっと存在してて、うん、ルフィの今話題になってるジョイボーイの覚醒の説とかが戦国も知っていたのであればもしかしたら今こいつ覚醒したんじゃないかっていう。なるほど。そして魔法カードを使われたわけじゃないと。あ、魔法カード巨大化関係ないです。あ、なるほどなるほど、はい、遊戯王だね。あ、そうですか。っていうところがまあ繋がってくるんじゃないかなと思ったんですけど、うんうんうん、そもそもルフィもそのギアサードを思いついた理由として、うん、骨風船っていうので腕とか足とか巨大化させて巨人族の腕っていう風に自分で言ってるわけです、うん、ああ確かにギガントね、はい、これもルフィの中に眠ってるその潜在的なもの、うん、D の一族とそのある巨大な王国、うん、巨人族の関係があって思いついたものなんじゃないか、はい、なるほど、なるほど。巨人とか巨大っていうのがもう至る所にワンピースが登場していて、うん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 、でそれが今後まだエルバフ編が描かれてないと、はい、ってことはもう全部そこにつなげるために至る所にこの巨大化っていうワードを散りばめて読者にも刷り込んでるんじゃないか。なるほど、めちゃくちゃおもろしいですねそれ、はい、エルバフってなんでこんな書かへんやろって思ってたけど、その謎が解けたって唯一の考察じゃないですかそれ。そうですね。でもっと早く出たってよかったし、はい、未だにそのウソップが目指す勇敢なる海の選手の謎が分かってなかったから、はい、そこが D の王国みたいなそのある巨大な王国だったら辻褄が合いますよね。そうなんです。勇敢なる海の戦士がそら最後にふさわしいルフィの場所だなっていう。そうですね。めちゃくちゃ具体性を持つんじゃないかな。もうなんか最終章に関わってくるっていうのも結構納得、はい、うんうん、なるほどね。っていうところで巨大化とか巨大な〇〇っていうのはワンピースの中に出ていて、それが頂上戦争編で白ひげが残したセリフの中に黒ひげに対してロジャーが待ってたのはお前じゃないっていうセリフから、戦国に対してワンピースは実在するっていうセリフを残す前に、戦国お前たち世界政府はいつか来る、その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている、ここでも巨大なっていう風に具体的に言ってるんですよね。はいはいはい。これがルフィとか革命軍とかいろんな勢力が集まるからの巨大なっていう意味ももちろんあると思うんですけど、物理的に巨人族が関わってくるっていうのも、なるほど、なるほど、大きな戦いじゃなくて巨大な戦い、はい、そうなんですよ。確かにあんま言わないですよね、戦いに対して巨大ってのは。そうなんですよね。巨大なっていうワードを使ってるってことは物理的な意味っていうのも含まれてるんじゃないかな。なるほどなるほど、なるほどね、はい。でさらに僕魔周回でいくつかもうすでに結構考察上げさせていただいてるんですけど、はい、その中で1個ベガパンクについて考察してる動画があって、うん、でそれが、ベガパンクイコール古代巨人族説って言ってるんですけど、ベガパンクの考察を思いついた理由も、うん、バーソロミュークマがベガパンクに対して世界最大の脳を持つ男、はいはいはい、っていうふうに言ってるんですよ。それは物理的にねって言ってたもんね、はい、なるほど。つながってくるんじゃないかな。ほう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 。さらに13巻からそのリトルガーデン編っていうのは始まってて、うん、もう今103巻が次出るわけですけど、うん、そんぐらい長い期間、うん、ワンピースの中で巨人っていうのが引っ張られ続けてるわけじゃないですか、うんうん、ホールケーキアイランド編でもトットランドにいない種族の一つとして巨人族っていうのが挙げられてると。そうね。ビッグマムとその巨人族との因縁っていうのも描かれてるんですけど、うん、でも今ワノ国編ちょっとジャンプの内容も含まれるんで注意してほしいんですけど、ジャンプの本誌の中ではもうすでにビッグマムって倒されちゃったわけじゃないですか、うん、そうね。ビッグマムをメインにその巨人族の因縁との話っていうのはもう描けないんですよね。倒されちゃった。まあ確かに確かに確かにそうだね、はい、ってことはルフィたち麦わらの一味を絡めてそこも回収するしかないんですけど、うんうん、それがまあエルバフ編で回収することもできるっていう、うん、ところで今ロキっていう名前を出してビッグマムの巨人族との因縁っていうのもホールケーキアイランド編で出してきたんじゃないですか。確かにわざわざね。でキッドとローが協力してビッグマム倒したわけじゃないですか。キッドって一回そのビッグマムとぶつかっていて奪うべきものを奪ったと、うんうん、この奪うべきものっていうのも何なのか今明かされてないわけじゃないですか、うんうん、確かにホールケーキアイランド編の謎の一つですよね、はい、そうなんですよ。なんかロードポーネグリフなんじゃないかとか、うん、いろんな考察されてますけど、これキッドが奪ったものってエルバフへのエターナルポースなんじゃないかなと。おお。
なるほど、はい、なるほどね。キッドも具体的にワンピースを目指していて海賊王になるっていうのが目標としてあるんで、うんうんはい、ルフィと道は違えどその歴史に近づいててもおかしくないんですよね。なるほどなるほど。そのエルバフにたどり着くためにビッグマムが持ってるであろうエターナルポースっていうのも奪いに行っててもおかしくないんじゃないですか、うん、あまあ確かに結婚まで考えとったらエターナルポース送ってくるわな向こうも。そうなんですよ。そういう縁談もあったわけなんで持ってても不思議じゃないんですよね。まあ確かに確かに、はい、多分それは公表されてるもんね世界に、うん、そうで破談になったみたいな、はい、多分ニュースとして駆け巡ってる。なるほどなるほど。エルバフどうやっていくのと思ってたけど、はいはいはい、キッドが解決してくれると。そうなんですよ。ほうなるほど、はい、それおもろいな。ログを辿っていくんじゃなくてキッドが持ってるぞっていう、うん、なるほどなるほどな。そうすれば自然とエルバフ編に繋がっていくんじゃないか。確かに確かに。さらに、まあ、ワノ国の戦いの中でブラックマリアとロビンの戦いが描かれてるところで、うんはい、ギガンテフルールっていう巨人咲きっていうか、はいはいはい、ロビンの技だったりとか、はい、本当に細かくその巨人とか巨大っていうワードが、まあ、散りばめられてる。確かに。でこのエルバフ編が描かれる理由として、うんまあ、ウソップっていうのが、まあ、勇敢なる海の戦士になりたい、うん、麦わらの一味でいう目的っていうのはそこにあるわけじゃないですか。そうですね。でワンピースの物語としては大きくその D の一族とかある巨大な王国がつながってくるんじゃないかと思ったんですけど、はい、やっぱりウソップが重要になってくると思うんですよ。それがなんでなのかっていうと、うん、エルバフっていう国というか島の名前の由来ってご存知ですか？例えばそのラフテルだったらロジャーがつけた笑い話っていう名前があると思うんですけど、これはメシアやる東亜君は分かるじゃん。まあさすがに僕クラスになるとやっぱ分かりますね。分かっちゃう、うんまあ、このエルバフというのはですね、やっぱりねあの伝説の探偵エルから来てるんじゃないかっていう説があって、エルにバフがかかってるぐらい、バフバフ能力でアップすることないけど、それぐらい巨大な奴らがいるぞと。エル一人の力でも強大で恐ろしかったのに物理的にもヤバい奴らがおるぞと、そこからエルバフやと言われるようになったっていう伝説が。僕が考えてきたエルバフの名前の由来なんですけど、多分デスノートはおそらく関係なくて、うん、なんでエルバフなのか。俺の考察がデスノートされてしまった。いやいや、そうなんです、はい、エルバフって一応ワンピースのグッズとしてエターナルポースって今なんかシリーズであるじゃないですか。ありますね、ガチャガチャの。すでにあのエルバフってラインナップされてるんですけど、はい、ただあれ公式とはいえ、うん、なんか怪しいところも実はあって、はい、オハラのエターナルポースあったりとか、はい、グランドラインじゃないのに、はいはい、とかあるんで、ちょっとそっちのスペルとは僕が考えてきたのとは違うんですけど、エルバフっていうのが ELBAF でエルバフだとして、それがまあエルバフのスペルっていう風に仮定したとして、それをひっくり返すと FABLE ってなるんですよね。これフェーブルっていう風に呼んで、英語で実際にあるんですけど、英語でなんていう意味かっていうと、作り話とか偶話、おとぎ話っていう。またそういう系統なんか。これウソップのその作り話とか偶話、おとぎ話っていうのと繋がってくるんじゃないか。これ正解やわ。これ正解です。正解正解です。これ当たりました今日は。これデスノートじゃない。デスノートではないですか、うん、これは当たりです。 こっちですか、はい、これはマジで当てたんじゃない、うん、っていうのが思いついて、エルバフイコール、まあ、ウソップが目指しているものとして、うん、なんでエルバフって名前になったのかっていう考えた時に、うん、そういうことなんじゃないか、うん、なるほど。すげえ。そのエルバフの気になってる部分って結構あって、はい、エルバフがこう一瞬こうビッグマムの階層で描かれた時に、うん、これもめちゃくちゃ言われてるんですけど、うん、右端の方にめっちゃ巨大な木がね、木みたいなのがあれ何あるあれはアダムなんじゃないかとか言われてますけど、僕も結構そうなんじゃないかと思っていて、アダムっていうのはある戦争が繰り返されてる島で存在してる木だと。はい、宝珠。はい、宝珠アダムっていう風に言われてるんですけど、エルバフがある島の名前がウォーランドっていうところにあるんですよね。ウォーランドにあるエルバフ。ウォーランドっていうのはそのままの意味でウォーランドで戦争の島、はいはい、戦争島やと。なるほどね。でところから、まあ、あれは宝珠アダムで、エルバフって、うん、これちょっとまあいただきマシューになるんですけど、僕の思った相方である顔洗ってる人が言ってた構造、はいはいはい、あの人がエルバフって巨人族がいてめちゃくちゃ栄えててもおかしくないのに、着てるものとかは部族的なちょっと古いものであって、でさらに木造の家とか建物ばっかっていうふうに言ってたんですよね、うん、近代的なその例えばレンガ造りの家だったりとかない。なるほどなるほど。それなんでなのかっていうところが、宝珠アダムによる恩恵を受けてるからこそ木材で栄えてるんじゃない
るから。めちゃめちゃ頑丈なんや、あの家たちって。なるほどなるほど。だからそのレンガとか作る必要がないんです。なるほどね。サニーがもう爆破されたりとかしてボロボロになってるから、はい、ね、もしかしたらベラミーがやってくれて、あ、今ね、はい、で、その本体自体の星をエルバフで直すかもしらんもんね。そうですね、また新しく素材を手に入れるっていうところで、うん、夢の船に近づくっていう、うん、なるほど、夢自体も。なるほど。まだ2億かかるけどとか言われて。いや、それはもう目の前にあったらピッて、なるほど、現地行ったら安なるみたいな。なるほど、なる、特産品みたいな。特産品やから。輸入関税かからんから。あー、なるほどなるほど。めっちゃ安いやん。めっちゃ安い。あの時2億やったけど、実はもう100万円ぐらい借りよう。そうそう、借りようみたいな。安っ。どんだけ流通の関税かかってるのこれ。そうですね、まあ、でもエルバフたどり着くのもおそらく困難しないから。エルバフ自体は多分非加盟国よね。そうですね。なので、はい、なかなか普通の人行けないという意味では、はい、そのワノ国で鎖国国家みたいなことなんで、流通もそんなしないっていうのはその回廊石と同じぐらい貴重なものだよね。貴重かもですよね。で、まあ、エルバフっていうのは巨人族の島国っていうふうに言われてて、はい、戦闘に特化した種族がエルバフっていうふうに言われてて、D、の一族であるハグワールディサウルも巨人族ではあるんですけど、エルバフの戦士たちほど野蛮な種族ではないと。でただサウロってサウスブルー出身だっていうふうに書かれているんですけど、 D の一族に巨人族が唯一いるわけじゃないですか、はいはいはい、あれって結構僕もずっと違和感に感じていて、そもそも D の一族イコールある巨大な王国で、まあ、エルバフとつながってるのであれば、別に巨人族の方が多いぐらいじゃないと逆におかしいんじゃないかっていうふうに言ってるんで、今まで登場している D の一族からすると、サウロっていう違和感である存在をさらっと描いてるのはそういうことなんじゃないかな。なるほど。それがこのエルバフ編、ワノ国編終わった後に最終章っていうところで、エルバフがメインじゃなくてあくまでも家庭の一つであるんですけど、言ってもおかしくない理由として僕は今日この説っていうのを、これ間違いないんじゃないの。はい、持ってこさせていただきました。すごい、てかマジでエルバフ編ってワノ国で燃え尽き症候群になるかなって思ってですね、はいはい、そうよね、そうなんですね。野田先生ちょっと書きたかったってワノ国終わったら、あとなんかファーって思っちゃうじゃん。でもエルバフ編もめちゃくちゃ見たくなってきた。いやそうね、いやそうなんだ。キットが持ってるかもしらんっていうのもね、エターナルフォースを。めっちゃおもろい。おなんだかんだローとキットまた一緒についてきたおもろい。最後の世代、島ごとに一人増えてく。え、次誰が増えるの。ウルージ。ウルージ。まあ、ウルージもね、エルバフ編でそろそろ活躍したから、はい、確かにすごい、ないですからね。そう、はい、すごいね。そうで、多分ベッチとかも合流する。えサイドサイドオーラシフォン、そうロッキとの関係もありますからね。そう、あ、なるほど。出てきてもおかしくない。ロッキ、あの時はごめんね、私幸せになったよって。いやいや、なぜあえてマウント取りに行ったの。もう結婚したね。ロッキ殺されますよ。それはまあ仕方ないよ。あ、仕方ない、うん、はい、愛だから。あ、愛だからね。ということで、はい、そのワノ国編終わった後も小池さんの言うように、この今がもう面白すぎるから燃え尽きるんじゃないかっていうところを、ワンピースはまだまだこれからなんですよっていうので、なるほど、まあ、ちょっと楽しみだなっていう考察を今日持ってきました。面白かった、面白い、はい、ありがとうございます。いや毎回木曜日楽しみなんよな。ありがとうございます。これどうやってリサーチしてそれやってんの。いやいや、パクってないですよ、これ本当に僕めちゃくちゃ毎週なんだからね。作家雇って。いやいや、やっと言いたいですけどね。いやでも、まあ、僕が考えてるからやっぱね面白くなってる。すごー、はい、そこはちょっと自信持って話させていただいております。そんな面白い。マッシュ君の個人チャンネルもね、概要欄貼ってますので、はい、ぜひマッシュチャンネルもチャンネルフォローお願いします。面白かったですよ、ぜひ高評価をしてください。お願いします。高評価がもう1万以下だったらすぐクビです。お願いします。今日も高評価をしてくださいませ。お願いします。してください。パケ株も見てね。はい、はい、チャンネルもお願いします。それではありがとうございました。夢の中です。